こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、小田原記念経理もいよいよ最終日、えー、12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、12レース決勝戦はご覧の通りですね、SQS、えー、班三谷隆起と清水の2人が、えー、乗ってきました。えー、また地元南関勢も4人揃っております。 えー、そんな中、その地元南関4人が、えー、ラインを組みます先。先導を務めるのは千葉の、えー、根田ですね。それにあの地元軍事と松谷が、えー、つけて、新、えー、田が、静岡の新田が、えー、4番手を固めます。確かに、あの、三田副長途上、副長しつつある三谷や、 まあ、えー、SKS 班清水。それから、ちょっと気暮れも、動きも不気味ではあるんですが、ここに割り込むというわけにもいかずにですね、まあ、軍事も調子いいですから、結局は二段掛けで2級で決まってしまうんじゃないかなと思います。はい、えー、もう少し詳しく見ていきましょう。 9人のメンバーですね、えー、まずバック回数こちらですが値段、えー、が15回で圧倒的ホーム回数も13回で圧倒的ですねそして、えー、清水がバック6回ホーム8回続いております3番目が稲垣 バック4回ホーム2回というとこですね、えー、三谷がバックホームとも2回というとこですスタート回数は稲垣が4回でトップ、えー、三谷木暮、松谷が2回ずつですかで並びがご覧の通りですね、えー、2214ですねはい えー、三谷には清水清水にはですね、えー、福岡の田中誠続きます、えー、木暮れは短期ですそしてずらっと並んだ難関4人全日本選抜思い出しちゃいますよね全日本選抜やないやおこの前の名古屋オールスターだ、えー、根田に軍司松谷 新田神奈川勢を地元神奈川勢を2番手3番手に置いた4社です、うん、これはもう二段掛け体制間違いなしでいうとこですよね三連単の支持率見てもやっぱり軍事松谷が売れてますね SKS 班を差し置いて売れておりますまあ、大体妥当なとこではないでしょうか、うん、調子見てみると三谷が副調してますねして軍司がやっぱりいいですよね校長 稲垣もあの1着は取れてないものを2着2着2着となかなかいいんですよね松谷はもう一歩かな着ぐれも木暮れはよく分からないですね値段はまあなんとか乗ってきたっていう感じです すよね、そんなに良くはないようには見えますがまあえー、っとよ展開的にはやっぱり根田が先手譲らないんじゃないかなと、まあ、他に先手取る人間がいないようには見えますよね。がが後ろろ高ことで取るかなむしろ三谷の方が 取るる可能性あるかもしれないですよねやっぱり炭素路ってこともあって仕掛けが早め早めには寄ってくるかと思います。まあそれでもそれでも値段は仕掛けないわけにはいかないですよね。結局 先手多少三谷や清水に足使ってもあの先手は譲らないと思いますそうなるとやっぱり結局2段2段掛けで決まってしまうという感じですね、えー、2九の恩ず見ました3.3倍でしたうーんまあ 安いよなっていう感じはありますけど、まあ、だからといって、ちょっと、あの、これを逆らう、まあ、要するに分断とかはしないんじゃないかなと思いますね。まあ、あるとしたら紀がけぐらいで、それも値段が許さないでしょうし。 軍事の調子もいいですからあのまれてし三谷や清水にまくられてしまうってことはないと思いますね。あ気になるな三谷があの復調してきててまあいろいろあったので奇襲がけで稲垣っていうのはまあ穴目で面白いかなとは思う えー、思いました、まあもっとも稲垣頭でも三谷が2着に残れるとは思わずに結構手広くなってしまうっていう問題はありますからねまあ穴なら稲垣ですがそう流しに近いものが求められる感じはありますよね。その時値段も残るかもしれないですしね。 ま、値段の調子からは無理か、えー、軍事に、軍事の方がかわしちゃうか、まあ、松谷とかも調子は悪いけど、調子はそんなにいいとは思わないけど、来ないとは言えないですし、新田も結構これ出来いいんですよね。バック取って2着ですからね、ひょっとしたら松谷かわさないかなとか。 思ったりしますが、うん、まあそれでも1、えー、本で行きたいと思います3連単に行くとしたらやっぱり三谷清水木暮まあもちろん新田あたりが妥当なのではないかなと思いますね三谷がちょっと無理無理に行った場合の後稲垣辺りでしょうかね どちらにしても、ちょっと、あのがまあ、地元地区ということもあり、牙城を崩す分断もまあないので、牙城を崩すのは難しいかなと思っております。はい、以上、えー、小田原記念競輪決勝戦の予想をお送りいたしました。えー ぜひご覧いただいた方、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。